マリサ、そんなに洗濯物を抱えてどうしたのかしら？ちょっと聞いてくれよ霊夢。洗濯機が壊れて家で洗濯ができなくなってしまったんだ。なるほどね。だからコインランドリーに行こうとしてるわけね。ご名答なんだぜ。コインランドリーってあんまり使わないけど、乾燥機とか大きくて乾かしたらすごいふわふわに仕上がっていいんだぜ。家で使っているのよりもパワーがあるから、すぐ乾くのもいいわね。それにずっと眺めているのも謎の魅力に引き込まれて楽しいんだぜ。確かにそうね。でもそういういいこともある反面、恐ろしい事故が起きているのよ。え？恐ろしい事故？ということで今回は、洗濯機や乾燥機による事故について紹介するわ。ゆっくりしていってね。2019年10月、高知県にあるクリーニング工場である事故が起きたわ。クリーニング工場って何するところなんだ？普通のクリーニング店と関係あるのか？クリーニング工場っていうのは、クリーニング店に出された衣服をクリーニング処理する場所になるわね。中には、お店だけで完結するところもあるけど、窓口みたいな役割をしているお店もあるわ。なるほど、工場がどんなところかは分かったぜ。でもクリーニング処理って具体的にどんなことをするんだ？工場に運ばれた衣服はポケットの中を確認してから、タグを確認して分類していくの。タグって服についてる洗濯機のマークとかついてるあれか。そうね。適切な洗浄方法でクリーニングを行っていくの。その後は、乾燥機で乾燥させて仕上げて終わりって感じね。クリーニング工場について大体わかったんだぜ。じゃあそんな工場で一体どんな事故が起こったんだ？工場にある大型乾燥機に人が閉じ込められてしまった事故よ。人が閉じ込められた？どうしてそんなことが起きるんだ？この日の朝、60代の男性従業員が乾燥機のメンテナンスを行っていたの。乾燥機の大きさは直径 1.4 メートル、奥行きは 1.1 メートルの大型のものになるわね。大きさがいまいちわからないけど、もちろんコインランドリーの乾燥機よりは大きいんだよな。そうね。サイズを調べてみても1メートルを超えるものはなかなかないわね。だからコインランドリーの乾燥機よりも、大きいものを想像してもらうとわかりやすいわ。でもメンテナンス中にどうして事故が起きてしまったんだ？事故が発覚したのは、周りにいた従業員がイオンに気づいたからよ。イオン？なんか嫌な予感がするんだぜ。メンテナンス中だった乾燥機の中に人がいて動いていたの。駆けつけた従業員は機械を止めて消防へと通報したわ。どうして機械が動き出したんだ？突然機械が動き出したと言われているわね。突然機械が動き出した？なんだそれ？機械なんて動かそうとしなきゃ動かないだろ？マリサの言う通りね。スイッチとかを押さなきゃ動かないはずよね。ネット上では誰かがスイッチを入れたんじゃないか？って言われているけど、真相はわからないわ。その従業員はどうなってしまったんだ？頭などを強く打っていて、その場で死亡が確認されたわ。回る乾燥機の中で頭を強く打ってしまったのか。でも、そもそもの安全管理がなってないんじゃないか？それはもっともよ。機械が動いたということは、機械の電源が入っていたと考えられるわ。メンテナンス中に電源を入れっぱなしなんて、事故が起きてくださいと言っているようなものね。動く危険性があるものの中に入るって怖いんだぜ。あとはメンテナンス中に一人で作業していることも問題の一つだと思うわ。万が一、機械に挟まれたり出られなくなったりした時に、誰も助けてくれる人がいない状況を作り出してしまうの。そう考えると一人での作業は恐ろしいんだぜ。一人で作業して機械の中から出られなくなった時に他の人が気づかず、電源を入れて動かしてしまう可能性だってある。機械を動かしてから人がいることに気づいた時には手遅れになってしまうことだってあるわ。結局どうすれば事故は起きなかったんだ？さっきも言った通り、機械のメンテナンスや修理を行う時は電源を切って作業をするのは鉄則ね。そしてやむを得ずに電源を入れたまま作業をするなら、誰か監視する人をつけておくことも事故を防ぐ方法よ。今回の事故を見ると危険なことしかしてないように見えるんだぜ。あとはメンテナンスの際はどういった作業手順で進めるのかを、手順書としてしっかりと示して従業員全員で共有しておくことね。なるほど、そこまでしてれば平気そうなんだぜ。でもそこまでって言うけど、これがなかなか難しいのよ。そうなのか？ここまで安全な方法で作業するってことが分かっていたら、事故が起きないように注意深くなりそうなもんだぜ。確かに危険性を把握している働き始めだったり、機械を使い慣れてない時は注意深くもなるのは当然のことよね。でも、長年働いて慣れてくると慢心のようなものが生まれてくるわ。慢心？慣れてくるとどうしても作業を簡略化したり、自分のやりやすいようにやってしまいがちになるわ。すると、気づかないうちに危険な作業手順を踏んでいたりするの。効率を重視してしまいがちなんだな。危険なことをしていても、たまたま怪我をせずに済んできた。なんてこともよくある話ね。ただ、怪我をしてからでは遅いわ。ましてやそれが死亡事故につながったり、誰かを巻き込むことだってあるの。自分だけならまだしも他の人を巻き込んじゃったら悲惨なんだぜ。
とにかく一人一人が注意をして、安全な作業手順を踏んでいけば事故はほとんど起こらないと言えるわ。信じられるのは自分ってことなんだぜ。そういうことになるわね。それにしても大きな乾燥機に巻き込まれるなんて、恐ろしい事故もあるんだぜ。家にあるのは小さい洗濯機でよかったぜ。マリサ、あなたも慢心してるわね。ええ？なんでだ？家庭用の洗濯機や乾燥機でも事故は起きているのよ。小さいから安心っていうのは聞き捨てならないわ。そんなこと言われたら怖いんだぜ。家庭用の洗濯機や乾燥機で一体どんな事故が起きてるんだ？と言っても、家庭用の洗濯機といってもドラム式の洗濯機で、子供による事故が目立つわね。子供は好奇心旺盛だから何でもやりたくなっちゃうんだぜ。今回と同じように洗濯機内部に閉じ込められて怪我や亡くなってしまう事故ね。さっきのはメンテナンスとして、乾燥機の中に入ったよな。子供はどうして洗濯機の中に入ってしまうんだ？さっきマリサが言っていたみたいに子供は何でも興味があるわ。遊びの一つで洗濯機に隠れるなんてことはよく聞く話よ。確かにドラム式の洗濯機なら入りやすいし、隠れるにはちょうど良さそうなんだぜ。2018年に大阪府堺市で起きた事故では、父親と子供がお昼ご飯を食べた後にお昼寝をしていたわ。そして父親は起きた時に子供がいなくなっていることに気がつき、家の中を探して回ったわ。きっと父親はこの時点では生きて家のどこかにいるって思っていたと考えると、胸が痛くなってくるんだぜ。その後、洗濯機の中で子供がぐったりしているのを発見して、救急へと通報。ただ残念ながら搬送された病院で死亡が確認されたの。もしかしたらお父さんを驚かそうと隠れていたのかもしれないな。そうね、子供からしてみればそういう理由で入ったのかもしれないけど、苦しくなって扉が開かなくなった恐怖を考えるとかわいそうね。この事故ってさっきのクリーニング工場の事故と同じで、頭とかを強く打っていたのか？それがそういうわけでもないの。え？そうなのか？亡くなった子供には目立った外傷はないわ。じゃあその子供はどうして亡くなったんだ？洗濯機の中に隠れていただけなら平気そうなんだぜ。そう思うかもしれないけど、洗濯機の構造を理解してみてほしいわ。構造？人が亡くなるような作りはしてなさそうに思うんだぜ。ドラム式洗濯機って横向きに扉がついているわよね？もし簡単に扉が開いてしまったらどうなってしまうかしら？そりゃ洗濯中に水がジャブジャブ溢れてあたりが水浸しになって大惨事になってしまうんだぜ。そうならないようにドラム式の洗濯機って気密性がものすごく高いの。中に入った状態で扉が閉まってしまうと窒息してしまう可能性が高いわ。窒息？そんなに気密性が高いのか？そうよ、だからこそ子供がいる家庭にとってドラム式洗濯機はよく注意しなければならないの。でも万が一を考えて、中から開けられたりしないのか？実はドラム式洗濯機の扉は中からだと大人でも開けられないほど、しっかりとした構造になっているわ。大人でも開けられないんだったら子供なんてもってのほかだな。それに開けたまま中に入ろうとしても、開けた勢いでしまったりしてしまうこともあるわ。子供なんて後先のことも考えずに行動しちゃうし、入った後のことなんか考えないもんな。実は同じような事故が堺市の事故の3年前、東京の青梅市でも起きているの。亡くなった原因も同じく窒息によるものね。苦しそうで本当にかわいそうなんだぜ。そうね、この2つの事故は日常に潜んでいるものになるわ。しかも子供のいる家庭ならどこでも起こりうるものよ。でも子供が入ってしまったらどうしたらいいんだ？子供の面倒を見るとは言っても、全部見れるわけじゃないんだぜ。これからずっと同じような事故が起きてしまうのか？実は2018年には電気用品安全法が改正されて、扉が内側から開けられる構造であることが義務付けられたわ。中から開けられるっていうのはだいぶ安心する要素なんだぜ。でも子供が入らないようにするために他にできる対策ってあるのか？比較的どの洗濯機にもついているチャイルドロックという機能が、簡単に対策できることの一つね。チャイルドロック？扉を閉めた状態でチャイルドロックをかけておくと、扉が開かないようになる機能ね。電源を切った状態でもチャイルドロックが機能する洗濯機もあるし、これを活用することで少しは事故が減らせるわ。扉が開かなくなるだけでもだいぶ安全なんだぜ。チャイルドロックがついてない洗濯機があったらどうしたらいいんだ？ホームセンターとかで売っているゴムバンドで扉が開かないように洗濯機ごと止めておくことも一つの対策ね。すごい物理的だけど確かに開かなそうなんだぜ。ただ、安全対策としてはまだまだできることはあるはずね。そうなのか？いくらチャイルドロックがついているからといっても、人間がボタンを押さないとロックがかかることはないわ。もしうっかり忘れた日があったとしてその時に子供が入り込んで事故が起こらないとは言えないし、子供が解除する可能性だってあるわ。言われてみれば確かにそうだな。365日完璧にできるとは限らないんだぜ。それに内側から開けられるようになったとはいえ、
それは開けられる体制で閉じ込められてしまった前提の話ね。どうにも身動きが取れない状態でどうやって助けを呼べるのかが、これからの安全対策の課題になっていると思うわ。確かにそういった対策が必要になるな。ドラム式洗濯機による子供の事故の件数は少ないとはいえ、定期的に起こっているのも事実ね。洗濯機自体が変わってそういう機能がつくことが一番だけど、なるべく自分たちでできることをしっかりとしていくことが大事ね。そうだな。子供の命を救えるのは親であり大人だからな。身の回りの危険には注意深く気にしていかなきゃいけないんだぜ。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら、気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。